ただ気持ちを込めてという両者になっております。さあ工藤が素早く始める、大久保勝ち越し、アビスパ福岡甲府は逆転を許してしまいました。あまりにも痛い失点のバンフォール甲府。そして大久保はサポーターの目の前で大きなガッツポーズを見せております。あ、今のリスタートもね、一瞬の隙を突きましたよね。甲府にとっては手痛い2点目を食らってしまいました。素早く始める、はい、そして大きなバックヘッド、これ難しいんじゃないですか。いや、そうですよね、厚めに当てるとね、はいはい、またコースも変わってきますんで、スラスっていう感じのシュートでしたけども、66分、大久保勝ち越しゴールは2対1、甲府は手痛い失点、勝つためには2点が必要です。ヴァンフォール甲府。